TV の新安です今回ですけども、えー、薬剤師が語るオーバーシュートって何っていうことについて話したいと思います。えー、昨日ですね、えーとコロナ、新型コロナウイルスの専門委員会の方、専門の方から、まあ、委員会があるんですけども、その方からテレビでも発表があったと思います。えー、このままですね、行くとオーバーシュートが、えー、起こるかもしれない。っていうことの話でしたね。 で、このオーバーシュートという言葉がネットニュースとも次々挙げられていますけどもこのオーバーシュートで何ぞやと言いますとこれは爆発的な感染拡大ということかというと今まではですねある程度の感染経路が分かってきたので ある程度封じ込みができたりとか、まあ、感染者が出てきても、まあ、あのその周りにいる方々を、まあ、選択的に検査するとかことを行うことによってできるだけ感染を,をそれぞれ広がらないように広がらないようにということでやってきましたそういうことである程度封じ込みができていたと思うんですけども、えー、今後ですね感染経路がわからない不明な感染者も出てくる場合も起こりうるといった発表がありましたで まあ、テレビでもあの毎日はあの報道されています予防方法についてとか、えー、感染者数が発表されてありますけどもここまで予防とかについているのはなぜかと言いますとある程度ですね人口密集時の方では、えーまあ、都会ですねいわゆる都会ではその感染者数が、まあ、緩やかながらでも右肩上がりに上がっているということです。でこれはですねやっぱり人の,あの行き来がある地域っていうのは上がりやすい。 ですどうしても上がりやすいです。えー、ということであの、それはですね、やっぱり感染者、まあ、知らずの間に感染された方が、やっぱりその地域移動することによって、新たなあのクラスターとなり、感染者を増やすものになっているので、どうしてもその感染者が徐々に徐々に上がってきています。ということで,ですね、えー、と今日からまああの3連休ということで、人の往来がどうしてもありますので、こういったです、ね、地域間での移動というのはリスクが高いとも考察されます。 で、あのですね、えー、と昨日ですね、えーと、大阪知事とか兵庫県知事とか、あのー、発表があったと思いますけども、まあ、大阪、京都間の方で、あ大阪、兵庫県ですね、失礼しました。大阪、兵庫県の往来を、まあ、できるだけ辞職してくださいといったようなお話がありました。なぜこの,のリスクが高いというふうに判断されたかで言いますと、先ほどが言ってますので、どうしても人口密集地の移動というのが、まあ、不明な感染者を増やすことにもなりうるということなので、どうしてもこれ、この、 お二人ともですね、あの国会もあった話があったということなんですけども、この判断は間違っていないのかなと思います。根拠はないんですけど、やっぱりリスクをできるだけ抑えるといったことは、やっぱり政治的な判断ができて、すごく素晴らしい判断だったと私個人は思っております。っていうことはですね、他のやっぱりあの人口密集地である、例えば、えー、愛知県であったりとか、東京都周辺の、えーまあ、県であったりとか、いうところやっぱり人の往来が激しいので、 そういったことの部分との地域からのやっぱ往来という部分はやっぱりできるだけしない方がいいっていうことなので今回はね大阪兵庫県がテレビを報道されたんですけどもその辺りの地域のこともやっぱり考えるべきではないのかなと思いますで今ですね我々にできることっていうのは別にですねこれはもう政治的な判断があってもなくってもやっぱりこれだけちょっと感染者が次々出ているっていうことなので やはり不要不急な外出は控えた方がいいということです。これは我々が考えたらできることかなと思います。でもしですね、やむを得ずあの出なくちゃいけない用事がある場合ですね、ちょっとこう心がけてほしい注意ポイントとして3つ、これは政府の厚生労働省から挙げられていることをそのまま転記していますけども、げあの3つ挙げてます。まずですね、換気状態の悪い密接の空間。 で、2番目、で人が集まる密集する空間で、その人というとも3番目に挙げた目、不特定多数がですね、接触する可能性がある、高い場所といった3点ですね、いったところはできるだけ控え、やっぱり感染リスクはすごく高いので、えー、控えていただく方がいいかなと思います。ということで,ですね、オーバーーバシュート。 えー、一応懸念されていまして、まあ、あのいろんなネットニュースと見てますと、まあ、日本は割と比較的その可能性低いんじゃないかというような意見出されている方もいらっしゃいますけどやはり油断大敵です、えー、できるだけですねあの休みですごく春で、えー、気候も良くなって出かけやすい季節になってきたんですけどもできるだけですねご家族で出かけたい,という気持ちはものすごく分かるんですが不要不急な外出は控えていただくと。 で別にですね、あのそういうあの換気の悪い場所とかじゃなければいいということなので、まああの、外に出てですねあの、公園とか行かれて遊びに行かれる程度ならいいんですけども、やはりそこでも軽い数だと思って、油断されていると、やっぱりそこからでも人に移ってしまう可能性のリスクは否定できないので。 少しでも体調おかしいな思うとやっぱり風邪であったとしてもですね、お家の方に安静にしていただくっていうことがお互いのエチケット、マナーになるかなと思いますので、皆さんそうやって感染広げないように頑張っていきましょう。以上です。えー、ご清聴ありがとうございました、えー。この動画に対する高評価、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。